チ。まあ最後の一人はあいつだ。焦ることはない。第六宇宙最後の選手はヒット選手です。ピッコロ危険しろ。キャベは俺が相手をする。いいだろう。俺はここまででいい。では俺の相手はお前か。最高の腕を誇る殺し屋だそうですよ。本気になったらどこまで強くなるのかな。宇宙ってビレんだろ。そろそろ本気を出してもらおうか。早くスーパーサイヤ人になれ。僕にはそんな変身できません。お願いします。変身する方法を教えてください。故郷の惑星サダラにいる家族のためにも僕はもっと強くなりたいんです。戦いの際に敵に頭を下げやがった貴様。それでもサイヤ人だ。なんて容赦のない攻撃だ。ベジータのやつ、殺したら負けってことを忘れてるんじゃないだろうね。貴様、量産なんてしなかったらぶっ殺すぞ。まあいい、これで終わりにしてやる。試合が終わった。惑星サダラをぶっ壊してやるからな。お前の一度家族を殺しにしてやる。惑星サダラは関係ないだろう。サダラ、家族に何かしたら僕が許さない。それでいいな。スーパーサイヤ人になる最初の学生はデアさん。カビ、その力をそいつで試してみろ。俺はそろそろ本来の目当てのやつをやらせてもらう。スーパーサイヤ人。ベジータさん、僕を怒らせるためにわざとひどいことを言っていたんです。ベジータさんの指導に応えるために全力で戦わせていただきます。あなたもサイヤ人ですよね。だったら遠慮はいりませんね。Thank you.
っちのチームってもう一人いなかったっけ。ああ、マリッタさんが失礼しましたよ。あっちでさっきシャンパ様がもう一つの回りしちゃったらしくて、戦意喪失して返しちゃったんですって。マリッタさんとメタルマンはメンタルが弱くて、少し悪口を言われただけで戦えなくなって